直和さんのマンボ東京のチームです。名前をマンボ東京ビトゥインって言います。ビトゥインっていうわけのわからない名前で、ご説明します。このクラスはマンボ東京を卒業したものの、上のクラスにはもうちょっと踏ん張りていけないという、極めて辛い意味での間のクラス、マンボクラスという名前のビトゥインっていう名前のクラスです。いろんなクラスがありますが、ちょっと辛いクラスと、極めて可能性があるんだけれども、そういう意味ですね。ガンマさんの初のマンボ東京、基礎レベルの振り付けクラスで、ほとんどのメンバーが、パフォー経験もなく、ただただ一生懸命、しごきに耐えてくれました。はい、笑顔で楽しく踊ります。どうか、マンボ東京、